遠慮を持ったらグズグズ言われんようにする。そう心得ております。戦いがあるぜ。一層緻密かつ適正な捜査に努めてまいります。申し訳ありませんでした。袴田巌さん、秀子さんにおかれましては、逮捕から無罪確定までの58年間の長きにわたり、言葉では言い尽くせないほどのご心労、ご負担をおかけし、申し訳ありませんでした。今後、静岡県警察といたしましては、より一層緻密かつ適正な捜査に努めてまいります。申し訳ありませんでした。権力を持つということですね。権力を持ったらグズグズ言われんようにする。そう心得ております。戦いがあるぜ。58年も前のね、出来事ですので、私たちはもう恩恵だと思っておりますの。岩尾も私もそう思っておりましてね、今更警察に苦情を言うつもりはありません。今日はわざわざおいでくださいましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。本当に申し訳ありませんでした。